中野劇団の、三条と申します。中野劇団載ってませんね。あのすみません、あのちょっと応募したつもりが。載ってます、大丈夫です。ややこしい。ちょっと、そこら辺詰めのあんまり劇団です。で中野劇団っていうと東京の劇団とよく間違われてます。はい、ちょっとあんまり考えずにつけたんですけど、あの中野という人間があの主催で、脚本演出やってます。で結構、お笑いをメインでやってまして、今回はあの10分間という結構、まあ、うちでいうところの、まあ、自信作にはなるんですけれども、タイムリープもの、いわゆるタイムリープもので、まあ、主人公の女の子が居酒屋で10分間のタイムリープを。はい、ありがとうございました。